エスちゃん、デュースちゃん、かっこよかったよ。みっともない姿を見せたら首をはねてやるつもりだったけれど、ナイトレイヴンの名に恥じない素晴らしいステージだった。やれやれ、見てるこっちが緊張したよ。手に汗がびっしょりだ。ちょっとトレイ君、参観日のお父さんじゃないんだからさ。我が寮の問題児コンビも無事に務めを果たしたようだね。寮に戻ってきたらねぎらいの紅茶を入れてあげよう。さすがはビルさん、想像をはるかに超えるクオリティだ。これは NRC トライブ単独公演を打ったとしても十分な集客を見込めそうですね。へー、ベタちゃん先輩たちかっけーじゃん。俺も踊りたくなってきた。そういえばフロイド、あなたは歌も踊りも好きなのになぜ VDC のオーディションを受けなかったんです？そうですよ、もしお前がメンバーに受かっていれば僕がマネジメントに口を挟めたというのに。だってあの時は気分じゃなかったんだもん。でもカニちゃんと海蛇くんが楽しそうだったから、来年は俺もオーディションを受けてみよっかな。楽しみですね。まあ来年にはまた気が変わっているかもしれませんが。ところでフロイド、この時間はドリンクの移動販売のシフトに入っていたはずでは？ドリンクサーバー背負っていませんよね。売るの飽きたからご自由にどうぞって紙貼って会場の入り口に置いてきちゃった。なんだって、お前何をしているんだ、すぐに取ってこい。やだ、気分じゃねえからフロイド商店は今日はもう閉店。おや、閉店しちゃいましたか。困りましたね。まったく、ドリンクの原価分バイト代から天引きするからな。ビル先輩の気迫もすごかったが、一年たちも気合で負けてなかった。あいつらやるじゃねえか。リハーサル後に照明関係のプログラムデータが全部ぶっ飛んでどうなることかと思ったけど、なんとか復旧が間に合ってよかったっすね。クラウドに自動でバックアップを保存する設定にしておいたのか、功を奏したな。危うくビルの野郎にガーガー吠えられるところだった。表向きは総合文化祭のプログラムとはいえ、 VDC はごちゃごちゃと利権が絡んでる。あの学園長のことだ、何かしら保険はかけていただろうが。俺難しいことはよくわかんないっすけど、機材がイカれたわけじゃないのに綺麗にデータだけが全部ぶっ飛ぶって何が原因だったんだろう。レオナ先輩はともかく、運動部の連中は大体が機械の扱いには不慣れですし、後でユニハイドに機材を預けて原因探ってもらった方がいいかもしれないっすね。鈍感なお前らには分からねえだろうが、会場全体に大掛かりな魔法を使った痕跡があった。もしかすると、もしかすると、いや、なんでもねえ。ただでさえ今日は仕事が多いんだ、余計な手間は増やさないに限る。 VDC の幕は無事上がった、それでよしだ。閉会まで気抜くんじゃねえぞお前ら。うっす。悪くない余興だった。舞台を直してやった甲斐があったな。なんじゃマレウス、わしのライブに来た時より楽しそうではないか。何をおっしゃいます、リリア様のパフォーマンスの方が観客をあっと驚かせる意外性がありました。何よりリリア様の墓から蘇りし怨霊のような歌声、このセベク震え上がりました。セベク、声を落とせ、もう次のチームの発表が始まる。せっかく招待された席だ、最後まで楽しもう。続いてはロイヤルソードアカデミーの代表選手の皆さんです。お、ネージュたちの出番だがや、頑張りゃ。会場の皆さん、こんにちは。こんにちは。ちっちゃい子たち、かわいい。みんなで一緒に歌いましょう。
みんなでヤッホー。